ケミカルタンカー銀河ファルコン独立一タンク一ポンプシステムが見える2006年時点のケミカルタンカー船体ケミカルタンカーの甲板には複雑なパイプが張り巡らされているこの写真は1986年建造で43,851最下重量トンのサウジアラビアのケミカルタンカーアルファラビで糖蜜を輸送しているブレストにて ゴールデン乗りケミカルタンカーは化学物質をバラ積みで運ぶために設計されたタンカーの一種である。海を行くケミカルタンカーは通常最下重量トンにして5000トンから4万トンほどで、これは特定の積み荷に特化しているという船の性質や積み込みや積み下ろしのために寄港するターミナルの大きさの制約などの理由により他の種類のタンカーの平均的な 大きさよりかなり小さなものとなっている。ケミカルタンカーは、通常、いくつかに分けられたタンクを持ち、それぞれは、フェノールエポキシジュシや、アエンペイントなど特別なコーティングがされていたり、ステンレスコーで作られていたりする。コーティングやタンクの材質によって、そのタンクが運ぶことができる、積み荷の種類が決定される。硫酸やリン酸などの強い酸の積み荷には、 ステンレス鋼のタンクが必要とされる一方で、より単純な積み荷、植物油などは、エポキシ樹脂コーティングのタンクで運ぶことができる。ケミカルタンカーは、特定の積み荷の粘土を保つためにタンクを温める、装置を持っていることがある。典型的にはこのシステムは、積み荷のタンクの中に、ステンレス鋼の加熱管が通されていて、圧力のかかった蒸気をここに送り出すボイラーがある。 これにより熱が積み荷に伝わり、対流によりタンク内で循環する。多くの現代のケミカルタンカーは二重戦隊構造を特徴としており、タンクそれぞれにポンプがあり独立したパイプ系統がつながっている。これは各タンクに別な積み荷を積んで、互いに混じり合うようなことがなく運べることを意味する。積み荷を下ろした後のタンクのクリーニングは、ケミカルタンカーの運行では、 とても重要なもので、これは適切に洗浄されなかったタンクの残留物が次の積み荷の純度に悪影響を与えることがあるからである。タンクをクリーニングする前にはタンクが適切に換気され爆発性の気体が溜まっていないことを確認することがとても重要である。ほとんどの新しいケミカルタンカーは日本、大韓民国、 中華人民共和国の造船所で建造されており、他の建造国としては、トルコ、イタリア、ドイツ、ポーランドがある。ケミカルタンカーによる輸送市場はいくつかの大手、ケミカルタンカー運航事業者に独占されている。ストルトニール船、オドフェル、アイツェンケミカル、クリッパータンカーズ、ベアリアンラジュタンカーなどである。最終的な船の使用者である、り受け人は、 石油メジャーや科学専門企業などである。三大ケミカルタンカー所有者や、それより、小さな所有者のタンカーを予約するために、多くの仮受け人は最も安い仮賃を得るために、専門のブローカーを利用する。国際開示機関の国際バルクケミカルコードでは、貨物の危険度に応じて、タイプ I、タイプ III の3段階に区分し、タイプ I を最も厳しく定めている。 タイプ I は1個のタンク容積を1250立方メートル以下とし、タンク側面と両弦との間をそれぞれ全幅の1、5、または11.5メートルのいずれか小さい方、タンク底部と船底の間を全幅の1、15、または6メートルのいずれか小さい方とするよう、定めている。タイプ I には、輪や円化する本産が該当する。タイプ2では、 タンク溶石を3000立方メートル以下、タンク側面と両原との間をそれぞれ760ミ、mm、リメートル以上、底部については、タイプ I と同様に定めており、テトラエチルナマリやトルエンジーソシアネートなどが該当する。タイプ3では、タンクの溶石や配置について、制限はない。尿素や炭酸カルシウムなど粉流体で輸送される、ものは、粉体専用運搬船。 エチレンやアンモニアなど液化ガスとして輸送されるものについては液化ガスバラ積みみ船が使用される。外部より防熱を施したタンクで加熱したアスファルトまたはバインダーアスファルトを液状で輸送する。船体に熱応力を及ぼさないようにするため船体一体型ではなく独立したタンクを設けるのが一般的である。日本のアスファルトタンカーは 最大のもので2700トン、多くが1000トン前後である。アスファルトタンカーと同様に独立型防熱タンクを持つ。タンクは摂氏100度に予熱され、陸上基地で摂氏150度に加熱した溶を積載する。硫黄の融点は摂氏119度であり、輸送中は摂氏140度に温度保持される。積み荷には二硫化炭素や炭化水素。 因果性の硫化水素が含まれる。常温で4.3%、摂氏135度で3.7%の爆発限界に達しないよう、機械通風が行われる。気流酸、濃流酸および排流酸を輸送する。鉱材は濃流酸に対しては耐食性があるが、気流酸による腐食を受けるため、気流酸を積載するタンクには、ゴムライニングを施す必要がある。 硫酸自体は不燃性であるが金属と反応して水素を生じることがあるためタンクと隣接した密閉区画では防爆の対応が求められる積載量は700から1000トン程度の中小型船が中心で日本では1975年時点で150隻と多種のケミカルタンカーに比べ多くの船が就航している通常は30から50%の 火星ソーダ水溶液を輸送する。一般にタンクは船体と一体型とされ、内部はライニング、または塗装が施される。小型の専用船が数多く就航するが多目的ケミカルタンカーで輸送される場合もある。メタノールは沸点が低く摂氏65度以下に保つため甲板上にスプリンクラーで海水が散布される。水の混入を嫌うことから、 タンクハッチは二重構造が取られる。金属に対する腐食性があり、タンク内部には無機ジンク塗料により塗装される。サウジアラビアのジュバイルで、同国と日本の合弁の石油化学プラントが稼働したことから、1983年には、日本初のメタノール運搬船、鉱山丸が就航した。国際バルクケミカルコード上の化学品としては、 扱われず、石油タンカーに準じた取り扱いとなる。IMO の国際バルクケミカルコードでは、タイプ I に区分され、リンに対し特別規則を定めている。リンの有点は、摂氏44.1度であり、液状で輸送するため、タンク周囲に温水を満たし保温する。空気との接触による、自然発火を防ぐため、タンク内の空撃にも水を満たして輸送する。日本には、 臨戦用のタンカーはないが、アメリカには多数存在する。1、二次クロロエタンは、ポリ塩化ビニールの原料として利用される。ケミカルコードでは、タイプ2に区分され、比重が1.25と重いことから、十分な強度が求められる。鋼材に対する、腐食性はなく、空二時は、防錆のため窒素が封入されるが、それでは、完全とは言い難いためタンク内部には、 無機人区塗料が塗布される。1981年には、日本港関清水造船所で主に一、二次クロロエタンを積載する、世界最大級のケミカルタンカー、フォーモサワンと同型船の、フォーモサツーが浸航し、アメリカと台湾の間で運航されている。糖蜜は、ケミカルコードの適用を受けないが、ある程度の危険性を有するため適切な安全措置が求められる。 非常に重い液体であることから、タンクには十分な強度が求められ、圧力テストを行いその証明書が必要となる。粘度が高く、住み込み、溶化時には32.2摂氏三十37.8度に加熱される。加熱管の周囲だけ高温となり、焼変することを避けるため、加熱は入口2から3日前から徐々に行われる。糖蜜は海水に溶解しやすく、 タンク内部の洗浄には海水が使用される。ありがとうございます。